ディクセルの軽自動車専用ブレーキ。 KP タイプは軽自動車専用のブレーキパッドです。適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累計台数の約 99% をカバーしています。ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッドです。車重が重いハイト系にも十分な制動力、自然な効き、ダスト低減を実現しました。フロント用のみの設定で税込み価格3740円からと驚きの低価格。低価格ながら不快な泣きを抑制するアイテムを標準で装備しています。3層構造の泣き止めシムがブレーキパッドの振動を吸収減衰します。ブレーキパッドのバックプレート及びシムにこのグリースを塗布することでブレーキの泣きを抑えます。一般補修ブレーキパッドと KP タイプを速度別に比較しました。各速度域で KP の効きが高いことが分かります。低速域では滑噴ブレーキになりにくく、速度が上がるにつれて効きも高まります。ブレーキパッド単体はもちろん、削られるディスクローターも一般補修ブレーキパッド使用時より長持ちします。KD タイプは軽自動車専用のディスクローターです。製品精度は弊社の PD タイプ譲りの高レベル。ブレーキパッドが馴染みやすい表面研磨加工、ローター研磨よりお財布に優しく、新品交換でリフレッシュできます。フロントのみの設定で税込み価格6710円からという驚きの低価格でご提供いたします。ブレーキパッドが馴染みやすい表面研磨を行い、サイド部はしっかり防水コーティングをしています。ちなみに今お使いのディスクローターは大丈夫ですか？縁に指が引っかかれば交換時期です。またクラックが入った状態やレコード盤状態は交換が必須です。一度ディスクローターの状態をご確認ください。KS は今まで紹介したブレーキパッドとディスクローターのお買い得なセットです。ご覧の価格表でも一目瞭然。メーカー純正品と比較しても KS でのご購入がお得です。ブレーキパッドとディスクローターは同時交換が最も効果的で、交換工賃も経済的です。軽自動車専用のブレーキならディクセル製品で決まりですね。